3号爆弾とは、大日本帝国海軍で開発使用された親子爆弾、クラスター爆弾の一種です。開発当初の目的は飛行場破壊用のクラスター爆弾でしたが、戦況の悪化と重爆撃機に対する迎撃の必要性から対空任務へと転用されました。一つの親爆弾の内部に弾子を多数内蔵しており、策略と遅延信管を装着していました。3号爆弾は主として戦闘機の4架に装備され、投下すると所定の数秒後に信管が作動し、策略が爆発して弾子を拡散する仕組みで、3回角度は100度から60度の円錐状で、弾子の速度は秒速150から300メートルに達しました。射出された弾子は数十秒燃焼しつつ飛散し、命中すると焼夷効果を発揮しました。小爆弾が放射状に白煙を引いて飛散する様を見て、戦闘機搭乗員はタコ爆弾と呼称しました。半径100メートル、高さ50から70メートルの円柱状範囲内で有効であったといいます。敵の情報より予想位置に投下する方法でしたが、近接信管が開発できていなかった日本では、次元信管を用いていたため、有効な位置に投下することが難しいものでした。地上攻撃用として開発された3号爆弾でしたが、これをゼロ戦の対航空機兵装として使用した猛者が、ゼロ戦虎徹こと岩本鉄三でした。日本海軍のトップエースであった岩本はこの兵器の扱いに優れ、ラバウルやトラック島付近の洋撃戦において多くの戦果を上げたとされますが、これは岩本の高い技量がもたらした例外的な事例でありました。岩本の3号爆弾使用による対編隊爆撃の詳細が、戦後の回想録や複数の目撃証言で明らかとされています。岩本は3号爆弾を投下3秒後に爆発するように設定し、ゼロ戦の両翼に吊るして出撃、高度5000メートルで進撃してきた敵編隊に対し、そのさらに2000メートル上空を反攻態勢で接近し、敵編隊前方の約3000メートル、高度差約1000メートルで背面になり、真っ逆さまに先頭の1番系と突入。自らの艦頭間合いによって3号爆弾を投下しました。爆弾が炸裂すると弾子がタコの足のように広がり、敵編隊は大混乱となりました。岩本自身は爆風に巻き込まれぬよう投弾直後に急降下して退避したので戦果確認はできませんでしたが、地上からは多くの隊員が体勢を崩して墜落する機や弾子が命中して火だるまになる機などを目撃しており、隊員たちの士気を大いに高めたといいます。この戦法で岩本は一気に4機の B-24 を撃墜しています。トラック基地 B-24 迎撃戦では、余裕ある接敵さえ叶えばほぼ確実に命中できる域にまで達していたといいます。岩本は3号爆弾最初の投弾について、勘により投弾したので、あれこれ口で説明するのはなかなか難しいと回想しています。3号爆弾を用いたこの攻撃方法は、敵機との相対速度が時速約 1000km という猛烈な速度ですれ違うため、めったに命中するものではなく、誰もが成功する戦術ではありませんでした。当時ラバウル日本軍基地攻撃に出撃した米軍 F-4U コルセアパイロットのジョン・ M ・フォスターさんの手記には次のように記してあります。何の前触れもなく巨大で放射状に伸びる濃く真っ白な煙の爆発が、私の左約300フィートのところで起こった。放射状に広がる煙の先端は赤熱の金属に引っ張られていた王林爆弾なのだ。40秒後、もう一つの王林爆弾が私のかなり左の上方で炸裂した。爆発は爆撃機編隊の近く、それもど真ん中で赤く輝いたのだ。続けざまに4発の王林爆弾が投下される。すべてが遠く離れていた。
が、私の上気は下方に押し付けられてガタガタ揺れた。それはまるで高真空の中へ落ち込むようだった。私は急いでラダーペダルを蹴り、操縦桿を押して脱出した。後ろを振り返ってみると、曲がった白い煙と赤熱の金属のタコの足が、地獄のような攻め区の中で私を捕らえようと追いかけてくる。近くで王林爆弾が次々と炸裂する。日本軍はまさに正真正銘の地獄を天空に作り出していたのだ。マッカーサーが重要視したラバウル攻略には、1週間に延べ約1000機の米軍機が飛来しました。米軍ではあまりの被害の数に、ラバウル周辺のことをドラゴンジョーズと呼び、ラバウルにおける日本軍機は1000機はいると本国に報告していましたが、実際にはその10分の1以下の戦闘機の数で守り抜いており、その戦闘には常に岩本がいたのでした。敵機は必ず俺たちが落とす。岩本をはじめとする搭乗員たちを支えたのは、空に散った戦友たちが残したラバウル魂だったといいます。岩本は自らの心身をすり減らしながら、獅子奮陣の凄まじい戦いぶりで撃墜数を伸ばし、愛機は機体後部に描かれた桜の撃墜マークで赤く染まって見えたといいます。岩本鉄造の撃墜機数202機のうち、ラバウル上空の戦果は142機で、ラバウルの空は岩本で持つと称えられていました。あなたにも先人の声が聞こえます。